皆さんおはようございます。私がこの人ですと73になりましてですよね。66の時に外国大学へ行きまして69歳 で研究合格ということでこの動画を作っております。まあね、私の趣味でやってるチャンネルですからね、まあ好きなこと言うておりますけれども、別にビジネストークというのは一切ありません。ですから本当のことをズバズバと言います。まあそれがねいいと思う人は来てもらったら結構ですし、そんなん嫌だなという人はまあまあさようならという、それだけのことですよね。ちなみにねこのチャンネルからでもね、だいたい1年間に30人ぐらいは研究合格されてますよね。でもっとね登録7000人という数だから結構多いんですけれど、多いっていうかそのねそんなでかいチャンネルではないんですけども、まあそこから見たらそんなもんかなという感じですよね。でまあ多くの方はね、まあ、趣味的に英語に取り組んでおられるという方が多いですよね。でまあそういう方の場合はまあ大体英検2級レベルを目指してるというかそういう感じですよね。で見てこちらで見て、まあこれ5年目に入ってるんですけど、見てますとまあ大体そういう方ってのは約2年ぐらいすると一度何かこう登園になるというか消えていくというそういうパターンですよね。つまりまあ趣味的にこうやってみてまあなんとか2級レベル前後ぐらいまで来たんだけれども、まあまあ その辺で停滞してしまうということで、まあそのうち嫌になるというか、まあまあこんなもんかなと思ってなんとなく他のことにも気に散って消えていってしまうという、まあそれが一番多いパターンですよね。でまあ初心者向けのね講座っていうのも作った時期もあるんですけれども、結論から言うとね初心者の方っていうのはほとんど続かないんですよね。でなぜそうなるのかなと思ったら、まあ要するに初心者の方が考えてるのと実際の営業を学んでそのレベルに到達するというのにはもう格段の差があるということなんですよね。でよく初心者の方で聞くのが、映画の英語が聞き分けるようになりたいですと言ってくる方、時々おられるんですけどね、それ最低でも1万時間以上、10年以上やっていただかないとそれは無理ですよって言ったら、もうついからピタッ来なくなるんですよね。はい、ですから初心者の方が期待されていることとそのレベルに到達するためのその間の努力と見たらもういいですわというそういう風になりますよね。ですからまあ、それを乗り越えてくる、本当にそういうことをやりたいということでずっと続かれる方っていうのは非常にまずかったということですよね。まあそれは英検1級合格者が少ないということでもありますけどね、逆にその英検1級以上になられるた方っていうのは結構こう需要があると言いますか、まあビジネスでも成功されるとか様々な良いことが起こりますよね。うん、まあそういうことができる人っていうのはやっぱりね人生観が違うんですよね。その要するに、はい、映画の映画を聞き取りになりたいですって言ってくるような人とは全然こう態度が違うんですよね。全く違いますよね。だからやっぱりそこに真剣さとかこういう取り組みたい自分のはっきりとした目標とかがあるという、まあそういう方なんですよね。まあその辺の差、つまり英語力の差ってその人の人生観によって決まっちゃうんですよね。別にどの参考書が良いとか悪いとかそういうことってのはほとんどあんまり意味がないんですよね。でその方がどれだけまあ、真剣に取り組む意欲があるのか、まあまあまあこんなもんかなというか、まあそこでこう道分かれるという。でまあまあ、人生を変えるようなね英語をやったという人ここから何人も出てきてます。そして人生変えて結構いい人生を開いていった人っていうのはおられますよね。でまあそういう人ってのは初めからやっぱり全然ちょっと来た時からちょっと違う印象がありましたですよね。まあそういう方の場合は成功していくということですよね。まあそういう感じかなということで続けております。それとねまあ、私とこではちょっとね今うちごたごたやってごたごたで我が家にごたごたがあるってそういう意味じゃないんですよね。ちょっと親戚のものでね、助けてあげなきゃいけないっていう人が出てそれでこういろいろ協力したりしてるんでなかなかこうこっちの方へ力が回せなくなってきてるというそういうことあるんですよね。でまあ一応ニューヨークタイムズ読む会とまあクビターセンの会とまあ、あとズーム会議といってねザックバランに話せる場と作ってありますので、まあ、そういうのに出てきていただいたら結構いろんなどういう方が来られてどういう方がどんなふうにやってるのかっていうのはよく分かるようになりますのでね、まあ、そういうのを来ていただいたら参考になると思います。でちなみに今度のニューヨークタイムズ読む会はね、こういう題で、やりたいと思うんですよね。っていうのはねなかなかね、14タイムズをさらさらと読める方が非常に少ないということと、さらにもう一つはね、その、
アメリカのバックグラウンドとか、あるいはこの英語圏の問題点とか、こう歴史とか、そういう方は、そういうところまできっちりと知ってて読めるという方っていうのはもうほとんどいないっていうのが現状なんですよね。でそれでまあ、こっちとしては、英語そのものよりもむしろそういう背景からきっちり説明して理解できるような方に持っていった方がいいだろうなというふうに、まあ、最近は思ってちょっと舵を切ってるんですよ。ですから、純粋英語というよりもむしろその英語の出てくる背景を解説するというそちらに重点を置いていきたいなと思って、まあ、そういう方向でやっております。ですから全然こう読んだことがない、読めないんですけども話だけ聞きたいというそういう方も OK ということで、そういう方もこれって参考になるようなでもあって、それが刺激になってね、また自分なりに取り組んでみようということができるような形に今度から、ちょっとね作戦変更でいきたいなと思っております。まあ、そういうところでの需要って言いますかね、興味を持っている方ってのは結構おられますのでね、ただなかなかねそれがこうきっちりとその英語そのものとに近がっちり組み合っていかないという問題点はあるんですけど、まあそれは各自で解決してやっていただくしかないんですよね。いうことで、まあいろんなことやってますので、まあ引き続きまあね、今日しっかりとね専門的なことまで知りたいよっていう方の場合はいいチャンネルだと思います。うん、まあそういう感じかなっていうことでやっております。どうぞ。